こんばんは、きりゅうです。ラットです。です。歴史はエンターテイメント、かしまし歴史チャンネルへようこそ。 今日のお話はね、ネタバレになりますので、ネタバレは嫌だーっていう方は、来週以降、もう一回ね、戻ってきてみていただければと思うんですけれども、今週ほら、家康さんに伏見城の守りを任されて、涙の別れをしたね、鳥居元忠。だ彦<え>が来週どうなるかっていう話なんでね。なので、ネタバレ、完全ネタバレなので、ネタバレ嫌な人はここで、ちょっとしばらく、一週間さようならって感じになるんですけども。じゃあ私もさようならー。えー、<laughs> えー。<laughs> いいよ、じゃあ一人でやるもん。 <laughs> <laughs> なんかめっちゃフラグ立ってたしそうそうだからそのフラグのお話をしたいいと思います <laughs> でもねこれねちょっとね、うん、知って見てる方がいろいろていうかあるかなとも思うのでなのでね、うん、個人の好みなんでね難しいんですけどこういう風なことになるから今回のこれがこうだったんだねみたいなのをちょっと知っとくと面白いかなと思うのでね1週間早めにフライング気味にやってみようと思います。 の説なんですけど、うん、関ヶ原の戦いっていうと上杉討伐に向かった家康さんの留守をついて石田三成が大阪で挙兵したって言われていたんですけれども実は最近ではむしろね西軍の総大将になった毛利輝元っていうね大名が家康さんと戦うことにノリノリでこの挙兵の首謀者っていうのは実は石田三成じゃなくて毛利輝元だったんじゃないか っていう風なね、説が出てきているわけなんですよね。前も言いましたけど、今までね、一般的に信じられていた関ヶ原の戦いのいろんなエピソードっていうのが、ほぼほぼ軍記物とかさ、江戸時代とか明治に書かれたものを根拠に言われてきたものなんですよ。だからまあ私が知ってたのもそういうのが元になったものだったんですが、それがね、ここ10年ぐらいで研究が進んで、どんどん新説が出てきて、なのでね、ひょっとしたらあと10年ぐらいしたら、関ヶ原の戦いは、徳川家康を倒そうとした毛利輝元 が首謀者だった石田三成は巻き込まれただけだったっていう説が主流になるかもしれないですよね <laughs>。 えー、今はどっちになるの今はやっぱまだ石田三成と徳川家康が対立してって思ってる人の方が断然多いんじゃないかなと思いますよね現状ではね結論の出ていない話なのでひょっとしたらわかんないですよやっぱり石田三成が死亡者だったってなるかもしれないしその辺なんかちょっと今ちょうどねどうなんだろうって親切が出てね、うん、ああでもな、ね、いこうでもないって言ってる時期なんですよね歴史的にねあるあるだなというのはここずっと3年ぐらいやってわかるようになりました <laughs> ただね今回の「どうする家康」では従来の石田三成が主導したっていう体で、うん、でも実は裏で茶々が操ってたみたいな流れになっててねこれはこれでなかなか面白いねストーリーになってましたけどもね。でもね誰が首謀者だったにせよ慶長5年1600年の7月17日に当時大阪城にいた前田源尉真下長森夏雅家っていうね3人の奉行によって「大不違いの上場」という文書が 各地の大名に向けて発行されたわけなんです。 ですね、名前より何よりも大不違いの上場が何って感じ <laughs> <laughs> 大不違いの上場っていうのは家康さんんを弾劾した13条書きつられた文章のことなんですね石田光成を勝手に罷免したとか勝手にね他の大名たちと縁組したとか伏見城を乗っ取ったとかあるいはね上杉討伐の兵だったり勝手にやったとかそういう家康さんがやってきたことを非難する内容の文書のことなんですが <laughs> まず大富って いうの,が内大臣のことなんですよこの頃家康さんって内大臣だったんでだから大夫の家康さんがやったことを非難する文書っていうことで大夫違いの上場っって言ったわけなんですねつまり家康さんが間違ってるいろんなこととか家康さんが行ったルール違反の数々みたいな意味が大夫違いの上場なんですねこの大夫違いの上場っていうのが各大名に送られたせいで家康さんは無本人扱いってことになって。 驚いて、上杉討伐を中止して、平和西へと返すことにしたんですが、ただ、すぐには大阪へは向かわずに、2ヶ月近くも江戸にいて、今度はね、家康さんの方が自分は悪くないんですよ、悪いのはあっちなんですよ、みたいな手紙を、なんと150通以上も書いて、こっちも負けずに各地の大名に送りつけたわけなんですよ。150通書いたっていうのは、家康さんが1個だけ書いて、それをみんながコピーして書いたってこと <laughs> <laughs> のね、一応ね、かなり重要な人には本人直筆みたいな感じなんだけど、お<ー>でも、顔とかあの辺はさ、本人が書くから、相当ね、お手間書きまくったみたいなんですよね。だから、この時期、関ヶ原の戦いが始まるまでの2ヶ月ぐらいの間は、割とね、お手紙合戦なんですよ。<ー>石田三成、石田三成で、こっちの方を味方してくださいっていう手紙書いてあちゃこちゃに送るし、家康さんも家康さんで、いやいや悪いのは向こうですからって手紙書いてあちゃこちゃに送るし、それでその手紙をあちゃこちゃに送りまくるという、 そういう攻防戦をやってるのが、その2ヶ月間ぐらいなんですけど、ただね、今回のお話は、彦が守っていたね、伏見城がどうなったかっていうね、伏見の戦いのお話なので、ちょっと時間をさっき言ったこの三部行、前田玄伊と、増田長森と、夏川正家の三部行が大不違いの上場を出した7月17日に戻しますと、この時ね、三部行たちは、家康さんが大阪城のね、西の丸に守りのために残しておいた500人ほどの留守の者たちを全員、 追い出しまして、代わりに秋の広島からね、やってきた毛利照本西の丸に入場させるんですよ。追い出された家康さんの配下たちは、今日の伏見城に入って籠城することになりました。 城はね、この間もやってたように鳥居元だ彦が守っていたんですよね。それで追い出された、敵対したってことなので、彦の方も7月19日には伏見城から売って出て、前田原院とか夏香正恵の屋敷なんかをね、焼き払ったりなんかしてるんですけれども、ただでも、そこの京都へ毛利輝元の配下の兵たちがやってきて、昼夜問わず、鉄砲撃ちまくったもんだから、城から出られなくなってしまって、それ以降はじっと城に籠もって、守りに徹するみたいな戦い方になるんですよね。しかも 22日にににはは毛利加加えて浮田秀英の兵ででももわっっったたんんだからせめてはおよよそ4万ほどになっちゃったんですよねこれに対して伏見城に籠城したのはわずか2300人ほどだったって言われてますからこの圧倒的な兵力差の前にはもう伏見城も風前の灯火あっという間に落城するだろうって考えられていたんですがでもやっぱり伏見城は秀吉さんがね財力をつぎ込んで作ったあの例のほら九州の名古屋城とね割と作りが似てる っってて言われいいるぐらい名ななのでで、まあ、そう簡単には落ちなかったんですよねしかも鳥居元忠とか2300人の決死隊っていうかねそういう死を覚悟したような武将たちが4万の敵を相手にしても全員討ち死に覚悟で奮戦するもんだからなんと10日余りも持ちこたえたわけです。 でもね、苦戦を強いられたとはいえ、毛利とか浮田軍なんかも、城の周りにね、小山作って、上の方から大砲とか、あと石火屋って言われる、これも大砲の一種なんだけどね、うん、そういうのを持ってきて、城の中にじゃんじゃん打ち込んだり、伏見城の堀を埋めて攻めかかったりとかっていうのをしたもんで、まあもうね、そういう人海戦術で来られるとやっぱり人数少ないと厳しいですよね。ということで、8月1日、ついに伏見城は落城してしまうんですね。で、 徳川方では鳥居元忠飛行をはじめとする800人以上の兵が討ち死にしたと言われていますから老城した人間のおよそ3分の1が戦死してしまったっていうわけなんでね伏見城の老城戦というのがいかに激しい抵抗を見せた激戦だったのかっていうのがかかるかと思いますうんうんもうねフラグも立ってたんですごい戦いではあったんだろうなとは思ったんですけどそれでも今の話を聞くとすごい頑張ったんだなっていうね すごい少人数なのに、そんだけ持ちこたえたっていうのは素晴らしい。飛行頑張ったなって言いたいです、今。<laughs> <laughs> そうなんですよ。彦コはね、鳥本忠っていうのは、家康さんがほら、今川家の人質になっていた時からずっとそばにいたね、側近でね、三河不代の家臣じゃないですか。だからこそ、上杉討伐に出かける時も、家康は彦コなら安心だっていうことで、鳥本忠にね、後を任せることができたわけなんですが、これね、幕末に書かれた名称原稿録っていうね、本があるんですけど、それによるとね、この上杉討伐に向かう時に、大阪城から伏見城に立ち寄った家康さんが、 もうこの時実は石田三成が挙兵するかもしれないって寄付していてそうなれば伏見城はもう真っ先に狙われるっていうのが分かっていたんだけれどもでも上杉も強敵だから守りに残せる兵が少なくて3000ほどしか渡せなくて申し訳ないって鳥居元忠に彦にね,彦にね謝ったわけなんですよ、うん、すると彦がねいや上杉は強敵です一人でも多くの兵を連れて行ってくださいって言った上でもし万一三成が襲ってくればこの辺りね関西の方にはもう援軍 ななんんていないんですからたとえ3,000の10倍の兵を残してもらったとしても全員討ち死にするだけですからそんな無駄な兵を置いておく必要はありません伏見城は自分分人で十分で十すそう言って家康さんと最後の先を酌み交わしたと書いてある。 これを聞いたイエスさんは、スンプテヒコと出会ってから、なんと長い歳月が流れたことか、って言って思わず涙を流したんですが、ヒコの方は逆に笑って、上杉討伐のルスに返事が起こらなければ、またお目にかかりますよ。ただ、万が一何かあれば、これが根性の別れとなりましょう。と言ったってあって、つまり、イエスさんもヒコも、イエスさんが上杉討伐でルスにしている間に三つ成が挙兵することは分かっていて、うん でも、彦は、三成軍を足止めするために、自らの命を捨てる覚悟だった。それを、家康さんも分かっていて、それでも、最も信頼できる、鳥居元ただ、彦を残して行かざるを得なかったんだ、というね、伏見城涙の別れっていう。 エピソードが書かれていて、これがむちゃくちゃ有名なお話で、私も大好きなんですけれども、ただ、鳥居忠が伏見城で奮戦して4万もの敵を10日以上も足止めして壮絶な戦死を遂げたっていうのは事実なんですが、この涙の酒盛りが事実だったかどうかは若干疑問なんですよ。一応ね、私はね、上杉討伐に出かけた時に、家康さんは石田三成が拒兵するとは思っていなかったんだっていう説を信じている派なので、 この彦とイエさんの涙の別れは感動的だしね、大好きなエピソードではあるんだけれども、個人的には多分フィクションだろうなと思っているんですよね。フィクションでもそれのまま通してほしい。それでもずっとこれからも何十年何百年のずっとこのことを。 ずーっとみんなに伝えていってほしいぐらい感動的でした。<laughs> そうなのよね。なんかあの、ドラマもね、うん、もうなんかちょっと泣けてね、ドラマにはね、結構の方が泣いてね、飯屋さんがちょっと笑っててね、立場逆転だったんだけどもね。でもやっぱこのシーンはね、やっぱ見たいった <laughs> ドラマなんだし、いいじゃんやっぱこのシーンは見たいよっていうシーンだったんでね、やってくれてありがとうって感じなんですけれどもね。うん、実際に、ソリンモトタダっていうのは、大久保忠敬なんかが、三河武士の鏡だっていうふうにね、絶賛しているような人物で、飯屋さんへの 忠義という点では誰もが認める家臣だったのは間違いないんでねなので結局彦っていうのは家康さんへの忠義を貫いて伏見城で一国でも長く石田三成の軍をここで足止めすればそれだけ家康さんの勝利が確かなものになるって信じてわずかな兵でね10日以上も奮戦を続けたわけなんですからね。ほ、うん,なん本当さっきねお話っていうか聞いたやつと同じような感じでドラマでもやってくれたのでもうまんま私はそれを信じてこれからも生きていきます。<laughs> それでいいいと思いますドラマファンね対河ドラマファンとかね時代ドラマファンとしてはもうそれで十分だと思います。あれはあったんだと思っていいと思います。 そういえばさ、彦がね、亡くなった伏見城の血まみれの畳っていうのが、その後ね、家康さんが江戸城建てた時の伏見櫓のね、会場に置いたって言われていて、明治維新で江戸城がね、明け渡しになった後に、三部藩の清中神社、今の栃木県の下塚郡にある神社に埋められて、畳塚っていうのが建てられたっていうふうに言われてるんですよね。でもって、血まみれになった伏見城の床板の方ね、板の方は、京都の妖元院とかね、原稿案とかね、 あっちこっちのお寺に伏見城の地点城として移されて、今も残ってるんですよね。幼稚院っていうのは、茶ゃがさ、お父さんの浅井長政の菩提を弔うために建てたお寺で、本堂がね、そもそも伏見城の建物を移築したものだって言われて、重要文化財に指定されてるんですよね。原稿案の方は、丸とさ、四角の悟りの窓と迷いの窓っていうのですごく紅葉でも有名なお寺なんで、今とか言ったらむっちゃ綺麗でね、よくね、観光客とかが行くお寺なんですけど、廊下にね、ある天井が伏見城の地点 地点って言われててそこはね原稿の方は足型とかなんかもはっきり残ってるんですよねなのでこれからね観光で紅葉なんか見にね原稿庵とか行かれた際にはこうした地点上なんかもご覧になってはいかがかと思います今でも見れるんだなんかでも紅葉見に行って血も見るってなんだかね <laughs> <laughs> 同じ赤だしね <laughs> <laughs> まあね <laughs>。ちょっと違うか <laughs> ということでね、今日はね、関ヶ原の戦いの前哨戦である伏見城の戦いと、そこで壮絶な討ち死にを遂げた鳥居本忠についてお話してみました。ひこって泣いた人は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。泣いた人も泣いてない人も、X もやってますのでよろしくお願いします。メンバーシップもやってますので、泣きながらよろしくお願いします。<laughs> <laughs> じゃあ泣きながら次の動画でまたお目にかかりましょう。 ただね、うん、さっき言った伏見城の地点城なんですけど、伏見城って実は毛利浮田軍がね、焼き払ったんだっていう説があるんですよ。なので、 燃えちゃったんだとしたら、畳とか地天井はどういうことなんだいって思うんですけど、これもね、さっきの涙のお別れじゃないけれども、不見身のものなんだでいいじゃんねっていうことでね。なので、焼け落ちて燃えちゃったんだ説もあるけれども、地天井を見るときは、これが彦たちが流した涙、イやさんのために死んでいった人たちなんだって、忠義の人たちの心意気を持って見ていただけたらなと思います。 ただ焼け落ちた場合それでも血がついたものがあるということは誰かが亡くなっているのでその人は浮かばれないですよね <laughs> そうかそうか <laughs> 別のところで亡くなってるの <laughs> 俺らおら徳川ちゃうし宇宙ちでちゃうちゃおちゃちゃ全然違うところだったらねそれはそういう人にはごめんなさいねって心の中で謝りもしそうだったらごめんなさいって言いながらそうね <laughs> でもそうだったらさ幽霊になって出てきてさ違うんだって言わなかった方が悪いってことでねそんなに のもんだったら出てきてき違う俺じゃ俺は伏見状で死んでねーって言ってよってことでね「よろしくお願いします」ってことで言ってくればいいじゃないでしょうか <laughs> えでも私がその死んだお侍さんやったとしたら今はそんな有名人って勘違いされてるやったらそっちでいいです。<laughs> 私もそう思う。いやいや、なんか間違ってはるけど、いや、それ私の、いやいや、そんな華々しく死んでないけど、いや、いいかな、まあ、みんな信じてるしね。<laughs> そういうことで、じゃあ、俺、不思議上で死んだでいいですっていうね、私もそういう風に思うと思う <laughs>。特になんか、名もなき人間だったら、よりね、そんなかっこいい死に方したと思われてるんなら、それはそれでって思っちゃうかもね <laughs>。 特にね、歴史好きな人がね、キラキラした目でさ、天井とか見たらさ、<laughs> あ、いや、ちょ、いや、あすいません、どうも、本当、自分ですいませんってなる。<laughs> 確かにね。そう。というふうに思って見てはるかもしれないけどね。 まあ、事実わかんないからね、見えないからね、自分が思うように見ればいいんじゃないでしょうか。こういうのはね、さっきのエピソードと一緒でね、そうじゃないかもしれないけれども、私はそう思ってみたいんだっていうのが楽しみなのでね、歴史の楽しみを味わうっていうのが、そういうところは目をつぶってみたいなところがね、そこは見ないようにして信じるっていうのも大事かなと思ったりします。大事,大事、大事。